県内では新たに351人の感染が発表されました。3回目のワクチン接種が進む中、新潟市と佐渡市では今日から高齢者を対象に集団接種が始まりました。新たに確認された感染者は351人、新潟市で105人、長岡市で40人などとなっていて、2日ぶりに300人を上回りました。はい、じゃあチクッとしますよ。オミクロン株による感染の拡大に歯止めがかからない中、3回目のワクチン接種が進められています。佐渡市では今日から高齢者の集団接種が始まりました。当初は2回目の接種から8ヶ月以上間隔を空けた人が対象でしたが、佐渡市は国の前倒しの方針を受け、1ヶ月早めて接種を行います。連絡取ったら大丈夫だってことでしたので、もうすぐに申し込んでしました。できるだけ早い方がいいかなと思って、やっぱり自分かかるとこんな子供とか孫も大変だかなと思って。集団接種は新潟市でも、今朝旧市役所分館では接種券を手に入場する人の姿が見られました。新潟市は2月と3月の2ヶ月で合わせて9万2000回分のワクチンを用意しています。いや、安心しますですよ、はい、もうこれでまずね、かかるかどうか分かりませんが、自分で気をつけてやりたいと思います。オミクロンに移りたくないからね、まあ移るかもしれないでもね。今週土曜からは各区の7つの会場でも集団接種が始まりますが、まだ予約枠が空いている会場もあるということです。市のコールセンターの方から、お電話をしまして、前倒しで、接種をしませんかという連絡をし始めております。このようなこともしながら、できるだけ、皆さんに早く接種をしていただけるように、働きかけているところです。一方、県は中央区の緑病院に設置されているワクチン接種加速化センターで3回目の接種を行うと発表しました。接種はこの土曜日に実施され、新潟市か五泉市に住民票があり、3回目の接種券を持っている人が対象となります。